その何をするかで誰かがやってくれるかもっていう期待もなければ、あ、自分がやらなきゃいけないっていうふうにしていった方が動きますね。なるほど。当然なんだけど、そうですね。なんかやってくれるんだろうとかいうのは伝わらないですか。色学チャンネル。はい、今回はですね、ガーディアンアドバイザーズ株式会社代表取締役の佐藤さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。いや、 M&A のお仕事をされているということですけど、はい、でも実は IT 前提経営という、はい、登録商標なんですね、これね。はい、そうですね。あの、これでいわゆるあの DX デジタルトランスフォーメーションとかの、まあ、コンサルって言ったらいいんですか。そうですね、コンサルというかアドバイザーアドバイザーというか、はい、ですよね。まあ、実際になんかその仕組みを一緒に考えるみたいなお仕事ですよね。そうですね、はい、あの IT 前提経営と我々が呼んでるものが、はい、徐々に増えてきまして、うん、で当初はあの M&A のお仕事をする中で、はい、あの投資会社の、はい、プライベートエクイティとの付き合いがある中で、はい、まあ、プライベートエクイティって買収した後に、はい、投資先、大体中すげえ、はい、ガンガン持ちますよね。はい、でもうここ5年ぐらいはやっぱりいわゆる DX をやっていったりとか、はい、肩改革やったりっていうので、はい、改善していくっていうのが増えてきたの で、はい、で、じゃあこの流行り病の前から IT 前提経営やってたんですか。やってました、ね、おー、すごい。でうちメンバーに、はい、あの高柳っていう人間がいて、もともと実業家でありながら、はい、SI、はい、システム開発会社で大学の先生もやってて、はい、彼が10年前ぐらいからこの IT 前提経営っていうのを、はい、あ、言ってたんですか。てて未来学者や。そうなんです。すごいですね。で、あ、社会学者で情報産業論の人間なんで、はい、ある程度見通しがついて、はい、まあ、テクノロジーがある程度もう非常に安くなって充実してきたので、はい、まあ、いろんなことができるだろうっていうので、はい、うちの高柳が言ってるのは、はい、根幹にあるのは、はい、デジタルネイティブっていう世代が世の中の中心になっていくっていう大きな流れを捉えてやっていかなきゃいけないっていう。なるほどね。でそうは言ってもどんどん若い方が出てきて、はい、あの例えばなんですかね、そのパソコンをあんまりいじったことがなくて、はい、でほとんどスマホでやるとか、はい、で最近大学生もレポートを、はい、あの LINE で送ってきたりとか、フリックの方が早いんですか。フリックの方が早いとか。マジっすか。あのブラインドタッチができなかったりするんですよ。あ、そういう方々が社会人になってっていうと、はい、あの PC を覚えなさいじゃなくて、うん、逆に、あの iPad で仕事できる環境にとか、あ、そっちに、そっちに、あ、そう、寄り添っていかないといけないっていうので、はい、でまあ、消費者にもなるし、はい、従業員にもなるし、はい、いずれ投資家にもなるだろうっていうので、まあ、なので IT 前提経営の観点でいろいろと対応してみていかなきゃいけないんですけど、はい、まあ、ただ結果的なところは M&A はやっぱりなるので、はいはい、なるほど。その資本の力を借りて、はい、その IT 前提経営というのはその、まあ、あの働き方だけじゃなくて、はい、その売り方とかもそうですね。そうです。プロダクトそのものもそうだっていうことなんですね。だから DX って今言ってるのはその働き方だけ DX しましょうって話なんですけど、 IT 前提経営はもっと広いんですよ。なるほどね。で実際あの伝統的な大企業だと、はい、新しいなんとかテックっていう技術とかを社内で作るのがなかなか難しかったり、はい、あの最近お手伝いするのは、はい、やっぱりなんとかテックの会社の買収案件って非常に多くて、はい、あ、そうなんですか。でやっぱり取り込んでいくんですよね。内製化しちゃうんですね、これを。うまくそれができていくと、はい、まあ、大企業の資本力とか、ネットワークとか、はい、経営資源豊富なので、はい、それをうまくテクノロジー融合で、ただそれやっていくときも、まあ、解決していかなきゃいけないのは、スタートアップ企業とかが中心になるので、その方々が引き続きやっていける。カルチャー合わないですよね。はい、そうなんですよ、はい、で面白いのは、大企業の経営陣の方々も、はい、そういうカルチャー欲しがってたりとかして、で融合させたい。浅田さんとかはそれをちょっとシナジー生むようないろんなチューニングをするのがお仕事ですね。そうですね、はい、コロナでね、買収案件も結構いっぱい出てきてるし、はい、あと DX も今流れですから、はい、資金額いらないじゃないですか、これで。ただなんかそれをちょっと我々自身も、はい、あのメンバーを増やし始めて、はい、でまだ10人とかなんですけども、その20人、30人ってしていくときに、はい、きちんと成長できるようにって、はい、なるほど。でなんかそれでいろいろとご指導いただいて、はい、あのだいぶM&A とか IT とかやってきても、はい、組織論みたいなのをきちんとやってたわけではないので、はいはい、非常に頭が整理して、うん、その経営の相談する幹部メンバーと、はい、あとは今一般の社員も全員一通り受けてもらってるので、はい、あの
だいぶ共通言語にはなってる。そう、みんなね、やっぱね、識学受けてきたね、共通言語って言葉を言いますよね。識学導入する前なんですけど、どんな風にやられたんですか。今までの同僚で何人かで集まってみたいな形で、もうフラットにやりましょうって言うんで、逐一情報を共有して相談しながらやりましょう。あー、もうすごいキラカオスですね。カオスですね、キラキラしたカオスですね。はい、でなんかそれでうまくいくというふうに信じてなるほど。それで身をもって、はい、その何かの役割を、はい、例えば兼任してしまうとか、はいはいはい、重ねてしまうと何も起きなくなるっていうのが分かってきたので、はい、で重山さんに教えていただいて、はい、今はまず形の上で組織で役割分けに分担していくっていうのから、はい、アドバイスしてもらって、はい、まあ、それを正直にやっていくと、全然回るように。ああ、そう。その何をするかで誰かがやってくれるかもっていう期待もなければ、あ、やらなきゃいけないっていうふうにしていった方が動きますね。なるほど。当然なんだ。そうですね。なんかやってくれるんだろうとかいうのは伝わらないですから、はい、そこはやっぱ明確に定義した方がやりやすいという、そうです。そこが一番変わったところですか。そうですね。今の働き方とかテクノロジーにも、はい、沿ってる気がしていて。ああ、そうですか。非常事態宣言の時は、はい、完全に完全にもう、はい、ノート で、はい、でその時にタスク管理の仕組みも、はい、今クラウドのサービスにいろいろあるので、はい、でそれを使いながら、うん、まあ、朝と夕方に全員で確認の、はい、あ、進捗管理ですね。でそれを何をやるかと、はい、何をやったかを、はい、システムが今はちゃんと用意されているので、はい、まあ、そこをうまく使いこなしていくためには、はい、その識学的な共通言語というかやり方があると非常にやりやすい、はい、なるほどね。仕事の仕方によっては、はい、その大企業の一部は、はい、結果の設定をしてあげて、はい、それに向けてやっていくとか、はい、それを細かくしていくとか、はい、なんかそういう技術が組織的にないと、うん、なるほど。いくらシステム化しても、はい、もう結局何やったらいいか分かんない、はい、何しにしたらいいか分かんない状態になって、はい、リモートになるとかなり対応できる。ああ、DX、ね、まあ、含めこう全般的に、まあ、IT 前提経営ともあえて、ね、その佐藤さんの言葉を使わせてもらうと、世の中全体はまあそういうふうになっていくわけですね、はい、経営だけじゃなくて IT 前提商品になるし、安定 IT 前提生産になるし、そうなっていくときにそのシステムだけが進化してもやっぱ使う人間の方の言葉がやっぱり、ね、伝わらないとか、目標の管理とかね、その進捗の管理とかできないような話にならないですから、そういう意味では識学っていうのはそこでうまくソフトとしてアプリケーションみたいな感じでうまくいくのかなと思うんですけどね。そうと思います。はい、じゃあこれからもですね、じゃあその、IT 前提経営、こっちが伸びていく気が、はい、しますので、はい、ぜひちょっとね、日本の生産性向上のためにね、はい、頑張っていただければというふうに思っております。はい、識学チャンネルでした。今日も識学チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。最後にチャンネル登録をお願いします。